現地9月26日、第19回アジア競技大会、バレーボール男子の3位決定戦が行われ、日本はカタールを3月1日、37から35、25から22、23から25、25から23で下し、銅メダルを獲得。一方で、オポジットの高橋慶保のイケメンぶりが海外でも話題となっている。画像、横浜流星。 ラウールに似ていると話題。海外メディアも注目する高橋慶保のプライベートショット。大会を通じてチーム最多113得点をマークした高橋。そのプレーと共に注目されているのが、うっとりするほどの甘いマスクだ。少女漫画に登場するヒーローのようなスマートな顔立ちから、SNS 上では俳優の横浜流星さんやスノーマンのラウールさんに似ていると指摘する声も上がっていた。 そんなバレエ界の貴公子をインドネシアメディア、キラットがピックアップ。日本のバレーボール選手、ケイハン・タカハシが最近、多くの人の間で話題になっている、と大々的に報じ、9月20日の日本対インドネシア戦は、彼がとんでもない注目を浴びるきっかけとなった、と伝えている。続けて、同メディアは、彼の美貌とスタイルの良さは、まるで侍のようで魅惑的、と簡単。そのため、 京阪高橋は多くのバレーボールファンにとって新たなアイドルとなりつつあると予測した。イラン人の父と日本人の母を持つ高橋は法政大のエースとして活躍。その実力が認められ若くして今年度代表初選出を果たした。日本の新星として期待される19歳から目が離せない。厚生黒丸ザダイジェスト編集部。